ミルドレッド・エラディドリクソン・ザハリアスは、米国人女性アスリートで、ゴルフ、バスケットボール、野球、陸上トラック、フィールド競技などに引いてた成績を残した。1932年夏のオリンピックでは、トラックとフィールド両方の陸上競技に出場し、二つの、金メダルと一つの銀メダルを獲得した。その後ゴルフに転身し、ルップが主催のメジャー大会だけで、 通三0回の優勝を遂げた。現在でも史上最も偉大なアスリートの一人であると広く認識されている。愛称のベイブ・ディドリクソン、あるいはベイブ・ザハリアスで呼ばれることが多かった。ベイブ・ザハリアス記念館テキサス州の海沿いにあるポートアーサーで7人兄弟の6番目として生まれた。母・ハンナと父・オール・ディドリクセンはノルウェーからの移民だった。 兄弟の内上から三人目まではノルウェーで生まれたが、ミルドレッドを含む四人はポートアーサーで生まれた。後年苗字の綴りをディードリクソンから英語風のディドリクセンに変えた。四歳の時、同じテキサス州内のボーモントに一家で引っ越した。彼女の愛称、ベーブは子供の頃野球をした際に一試合で五本のホームランを打ったことで、ベーブルースにちなんでつけられたものだと本人は主張したが、 母親はもっと小さい頃からビービーと呼んでいたという。アスリートしての才能は万人が認めるところだが、アスリート以外の才能も結出していた。その一つが裁縫で、実際ゴルフウェアを含む様々な衣装類を自分で仕立てた。彼女は実際には1931年にボーモントで開かれたテキサス南部ステートフェアで裁縫競技のチャンピオンになったが、彼女には 自分の言うことを過剰に飾る性癖があり、何年もが経過した1953年になってから、もっと広域のダラスにおける、テキサスステートフェアで優勝したと言い張った。ボーモント高校に進学したが、最終第8学年で留年し、クラスメイトとは一切年が違っていた。バスケットボールをするために、ダラスに移ったため、結局卒業せずに、高校は辞めてしまった。 歌手兼ハーモニカ奏者をしたこともあり、マーキュリーレコードレベルで何枚かのシングル版をリリースしている。一番売れたのは、アイフェルとエイリトルティアドロップとその理面に、デトゥアーという曲が入った一枚だったという。すでに、ベイブ・ディドリクソンとして彼女は有名だったが、ゴルフのプレイ中に知り合った、プロレスラーのジョージ・ザ・ハリアスと1938年12月23日にセントルイスで結婚した。 結婚後は、ベイブ・ディドリクソン・ザ・ハリアス、あるいはベイブ・ザ・ハリアスとして知られるようになった。ジョージは、ギリシャ系アメリカ人で、コロラド州プエブロ出身、プロレスの試合中に演じる独特のキャラクターから、クリップ・クリークの泣き虫ギリシャ人と呼ばれていた。副業として1952年の映画、パッド・ミケに出演したりもしている。子供はいなかった。養子を取ろうとしたが当局に拒否されたという。 陸上のトラック及びフィールド競技で世界的名声を得たほか、バスケットボールでもオールアメリカンに選ばれる実力を持ち、さらにはプロ野球やソフトボールもプレーした。またダイビングやローラースケート、ボーリングもうまかった。高校を辞めて最初に就いた仕事はダラスのインペロイヤーズキャジュールティンシュアランスカンパニーという会社の秘書だったが、同社は バスケットボールの社会人チームゴールデンサイクロンズを保有しており、彼女はここでプレーすることが主な役割だった。当時はアマチュアアスレチックユニオンが全米選手権大会を主催するなどアマチュア競技を統括しており、オリンピック代表選手の選考も行っていた。1931年には彼女の活躍でこのチームを AAU のバスケットボール選手権に出場させる。 ことに成功したが、リドリクソン個人としては、陸上競技の選手としてより大きな注目を集めた。1932年の英雄選手権では、競技が行われた10種目のうち8種目に出場し5種目で他を圧倒する優勝を飾り、もう1種目ではトップタイの成績だった。この大会に、彼女は会社の代表として、たった一人で出場していたにもかかわらず、 チーム総合優勝をも勝ち取った。九百三十二年のロスアンゼルスオリンピックでは、フィールド競技とトラック競技を合わせて三種目に、出場して四つの世界記録を生み、金メダル二個と銀メダル一個を獲得した。八十メートルハードルでは、予選で世界記録に並ぶ十一点八秒を記録し、決勝では十一点七秒で、金メダル。やり投げでは四十三点六九メートルの、 オリンピック記録で金メダル。そ高跳びは銀メダルだったが、この時も世界記録と同一の1.657メートルを飛んだ。仲良しのアメリカ人ジャン・シャイリーも同じく1.657メートルを飛び、ハードルを1.67メートルに上げた時に、なぜかシャイリーの金メダルが決定された。直前のディドリクソンの跳躍法がルール違反だったとの理由による。だが、この裁定には、 当時より疑問が挙げられている。ディドリクソンは全ての跳躍を同じフォームで行ったが、当時これ、事態を禁止する何等のルールも存在しなかったこと、及び100歩譲って、跳躍法違反であれば、競技失格にならなければならないが、実際には銀メダルを与えられていること、などにより論争となったが、銀メダルは覆らなかった。ディドリクソンはトラックとフィールドの両方の競技を行い、 競争、投敵、跳躍それぞれでメダルを獲得した、男女問わずただ一人のアスリートだった。オリンピック終了後の何年間かにわたり、彼女は長い髪と髭で有名なダビデの家野球チームや、かつて彼女が率いたオールアメリカンのバスケットボールチームと一緒に寸劇など演じる、ボードビルサーキットで全米中を土砂回りして芸能人のような生活を送った。ディドリクソンは、 ビリヤードも上手かったが、チャンピオンになるほどではなかった。1933年の1月、ニューヨークシティで当時有名だった女性級イストのルース・マクギニスに挑戦し、数日にわたるストレートプール戦となったが、最終的には大敗したと報じられている。初めてゴルフクラブを握ったのは高校生の頃だと言われている。 1932年のオリンピックの時には練習を始めていたが、1935年の時点ではゴルフの大会に出場するほどの実力を持っていた。始めたのは遅かったが、彼女を最も有名にしたスポーツはゴルフだった。1935年には彼女として2回目に出場した大会であるテキサス女子インビテーショナルに優勝した。この直後、USGA は、 バスケットボールや野球をして収入を得ていたことを理由に彼女にはアマチュア資格がないとの裁定を行った。当時は女子のプロゴルフツアーは存在せずアマチュア資格がないことには出場できる女子大会というのは存在しなかった。このため1938年1月 PGA ツアートーナメントであるロスアンゼルスオープンに挑戦した。これ以降女性が 男子ツアーに出場するというのは60年後のアニカソレンスタム、スージー・ウェリー、ミシェル・ウィー、ブリタニー・リンシコムなどまで待たなくてはならない。この時は予備予選のストローク数81-84で本戦には出場できなかった。このトーナメント予備予選の際、プロレスラーのジョージ・ザ・ハリアスと同じパーティーでプレーした。これが縁で11ヶ月後に彼らは結婚した。ディドリクソンは 女子ゴルフの分野においてアメリカで初めての有名人となり1940年代から1950年代前半にかけてのトッププレイヤーだった。ゴルフで女子大会に出場するためのアマチュア資格を取り戻すために3年間にわたり他のスポーツの試合に出場せずに過ごし1942年にアマチュア資格を得ることができた。また1945年には3つの PGA ツアーの大会に参加申し込みを行い、1試合目は予選落ちしたが、残りの2試合では予選を通過した。2018年現在でも、米、PGA ツアーの本戦に出場し、さらに予選を通過した女性はザ、ザハリアスの他にはいない。アマチュアとしての女子ツアーでは1946年の、全米女子アマチュアと1947年の、 前衛女子アマチュア選手権と3度の女子、ウェスタンオープンで優勝した。1947年に正式にプロに転身したディドリクソンは女性プロゴルフ協会、後に女子プロゴルフ協会設立のため奔走し、設立後はこの主要メンバーとなった。ザハリアスは彼女の故郷であるテキサス州ボーモントで彼女の名前にちなんで開催されるベーブ・ザハリアスオープンで優勝した。 さらに1947年のタイトルホルダー選手権と1948年の全米女子オープンで4回目と5回目のメジャーチャンピオンシップで優勝したアマチュア大会では17大会連続優勝の異業を飾りこの記録は未だに破られていない1950年までに彼女は当時存在した全てのゴルフタイトルを獲得したアマチュアとプロの両方を合わせると 合計82ものゴルフトーナメントで優勝した。ニューヨークタイムズのチャールズ・マクグラスは、ザハリアスについて、おそらく、アーノルド・パーマー以外で、観客からこれほど愛されるゴルファーはいないと書いた。ザハリアスは1938年の PGA ツアーに挑戦したが予備予選を通過できなかった。だが、その後経験を積むにつれ男子大会でも、予選を通過できるほどの実力を身につけていった。 1945年の1月に3試合にエントリーしたが最初の大会であるロサンゼルスオープンでは予備予選を76-76で回り本戦出場を果たし本戦では76-81で予選通過を果たしたしかしこの大会では3ラウンド目にもカットが行われここで79を叩き4ラウンド目に進めなかったそれでもこのことは史上初めて女性が レギュラーシーズンの PGA ツアーに出場し、さらに2日間の予選を通過した初めての事例となった。次のフェニックスオープンでは77、72、75、80で最終日までプレーし33位の成績を残した。さらにツーソンオープンでは予備予選74、81で本戦出場。本戦でのトータルストローク307で42位体となった。 ロサンゼルスとツーソンの2大会では、その後男性の大会に出場した他の女性プレイヤーのように、スポンサーの推薦枠等による予選免除での本戦出場ではなく、36ホールの予備予選から勝ち上がって本戦出場していることは特筆に値する。1932年オリンピック後のボードビル、工業時代にプロ野球チームと契約してエキシビション試合に、 選手として何試合かをプレーしている。1934年3月20日、メジャーリーグベースボールの春季キャンプで行われたフィラデルフィアアスレチックス対ブルックリンドジャーズのエキジビション試合でザハリアスは1イニングを投げ1死球無安打だった。2日後の3月22日、セントルイスカージナルス対ボストンレッドソックスのエキジビション試合に先発登板したバーリーグライムズや リジーディーンなどから指導を受け、投手盤に足をかけて、大リーガー張りのワインドアップから、そこそこのカーブを投げたという。この回、レッドソックスは3点を記録している。さらに3日後の3月25日、ニューオーリンズペリカンズとクリーブランドインディアンズの試合にも出場し、2イニングを無失点に抑えている。ディドリクソンは、女子野球遠投競技の世界記録保持者でもある。 1950年は最高の年となった。この年、当時の女子メジャー大会3つにすべて勝利して、グランドスラムを達成し、獲得賞金をトップに立つという快挙を成し遂げた。また、この年には、ループがゴルファーで10勝するまでの最速記録を塗り替えた。この最速10勝の記録は未だに破られていない。続く1951年にも、賞金王を獲得。 1952年にはメジャーであるタイトルホルダーズ選手権に再び勝利したが、1952年から1953年にかけては体調が思わしくなく、出場する試合数が少なくなった。それでも最速20勝の記録は更新できた。1953年に結がんと診断されたが、手術を受け1954年にトーナメントに復帰した。この年、 年間最小平均スコアを記録した者が受賞するベアトロフィーを獲得し、さらには彼女にとって10回目で勝つ最後となるメジャー優勝を全米女子オープンで飾った。この全米女子オープンは結がんの2度目の手術のわずか1ヶ月後に開催され、トーナメント中彼女は人工肛門バッグを身につけてプレーした。この勝利でメジャー優勝者の中で2番目の最年長者となった。 この勝利は、彼女の30勝目にあたり、最速30勝到達の記録も塗り替えた。トーナメントでのプレーを続けながら、1952年8月には、ルプガの会長にも就任し、1955年7月まで、この職を務め上げた。1955年に、結がんが再発した。この年は8試合にしか出場できなかったにもかかわらず、2勝を上げた。 1956年9月27日、45歳で、テキサス州ガルベストンのジョンシー・リー病院で死亡。死亡したその日の時点でも、なお彼女はトップランクの女子ゴルファーであり続けた。彼女とその夫は、早い時期に、ベーブ・ザ・ハリアス基金を立ち上げ、ガン治療を行う、クリニックを支援した。故郷のテキサス州ボーモントにある、ホレストローン墓地に埋葬されている。死ぬまでの数年間、 リドリクソンは、その運動選手としての能力だけではなく、当時の米国人は、がんの検診や治療を拒否する人が多かった中で、がん治療推進の支持者としても知られるようになっていた。自身の知名度をその癌ン基金のためにだけではなく、米国がん学会のスポークスマンとしての活動にも利用した。この分野での彼女の功績により、ドワイト・アイゼンハワー大統領により、ホワイトハウスで表彰された。 ありがとうございます。